今日はですね、私の後ろにあるこちらスノーバイクフェローちゃんです。あおたび、こんにちは、あおです。今日もあおたび始まりました。今日はですね、私の後ろにあるこちらスノーバイクです。最近ね、ハマってずっと乗ってるんですけど、どんな乗り物ってよく聞かれるので、スノーバイクが何かをちょっといろいろ紹介していきたいなと思います。レンタルとかもあってね、借りて乗ったりすることもできるので、よかったら最後まで見ていってください。あおたび。はい、ではこちらヤマハセロー250のスノーバイクなんですけれども、こちらスノーバイクとして販売されているっていうものではないんですね。市販のバイクにタイヤの代わりにスノーバイクのキットを取り付けてカスタムしたものになります。前側がスキーの板、後ろ側にキャタピラがついてます。上のバイクは基本的にどんなバイクでも取り付けは可能です。海外だとハーレーだとか、あと SS のバイクに取り付けているものもあるんですけれども、基本的には軽くてパワーのあるバイクが好まれますね。なのでオフロード、特にレーサータイプが人気です。今までお借りしたことがあるのだとハスクバーナー、そして KTM、ヤマハ YZ などがありました。排気量はだいたい 400-500 ぐらいのものが多いんですけど、まあ、先ほども言ったように市販のバイクには付けられるので、まあ、お好きなのに皆さんつけてるっていう感じですね。固い雪の上では250もすごい楽しく走ることができます。深い雪の時は 400-500 ぐらい排気量がある方が楽に走ることができます。やっぱりね、パワー取られちゃうんですよね。まあ、上手い人だったら排気量関係なく走っちゃうんですけど、私は排気量ある方が深い雪の時は走りやすいです。スノーバイクのキットは基本的に全て輸入品になります。今はアメリカのティンバースレッドのキットが付いています。キットは新品でだいたい80から100万円前後です。上に乗せるバイクにもよるんですけど、まあだいたい新車で200から250万円前後になるかと思います。フロント側にはスキー場の板が1本付きます。リアにはキャタピラが付いてます。普通のバイクと同じようにチェーン駆動なんですよね。こんな大きいキャタピラちぎれたりしないのかなって心配したんですけど、まあ、メンテナンスしてれば大丈夫なようです。でキャタピラなんですけど、いろいろサイズが販売されていて、短いものの方が曲がりやすくて、長いものの方が安定しやすいっていう特徴があります。
なのでキャタの長さや高さで走り心地がね全然変わるんですよ。さらに上のバイクによっても変わってくるので、どのバイクにどのキャタをつけるかによって走り心地が全然違うものになるんですよね。もうここまで来ると沼ですね氷点下の雪の中を走るのでね、バイクもちょっとずつカスタムされてます。そのエアクリーナーが雪で詰まらないようにしたりだとか、あとオイルを柔らかめのものに変えたりだとか、グリップヒーターつけたりとか、まあそういうカスタムもちょこちょこされてますね。スノーバイク乗るのに免許はいりません。まあいらないというか、そもそもスノーバイクがナンバー取れないので公道走れないんですよね。なので乗るときは私有地だとかコースだとかがメインになってきます。公道と完全にね切り離された私有地で乗る場合は免許いらないので、バイクの免許がねない方でも乗ることができます。公道が走れないのでスノーバイクに乗るときは基本的にその場所まで車でトランポして持って行って降ろして、そこの山で乗るっていう感じになりますね。で今見ていただいて分かるように、こちらスタンドがないんですけど自立してるんですよね。乗るときはバイクが片方に倒れないようにバランスを保ちながらまたがります。操作方法は普通のバイクと同じですね。左がクラッチ、そして右がねフロントブレーキじゃなくてこれがリアブレーキになります。っていうのもね、フロントがスキーの板に変わっちゃってるんでブレーキがないんですよね。なのでこの右のレバーはキャタピラを止めるブレーキになります。まあ、あとはアクセル回せば走るとかギアチェンジとか、そういうのは全部バイクと同じです。でスノーバイクで走ってて止まる時なんですけど、普通ねバイクってこうやって足を出して止まるんですけど、それをすると片側にバーンって倒れちゃうんですよね。まあ、キャタピラつけてるのでシート高が高くなってそもそも足がつかないっていうのと、あとね下が雪なのでついたとしても踏ん張れないというか刺さっていっちゃうんですよね。なので止まる時は足を出さずにステップに足を乗せたまま止まります。ちょうど冒頭の動画でやっていたこんな感じですね。でもね無意識に足出しちゃうんですよね。最初は立ちこけしまくってましたスノーモービルとの違いなんですけど、こっちがスノーバイクでこっちがスノーモービルです。スノーバイクもスノーモービルもどっちも種類がねいっぱいあるので一概にこうですよとは言えないんですけど、まあこの2台を比べてみるとこんな感じです。まず排気量、スノーモービルが 850cc、 スノーバイクが 250cc になります。そしてスキーの本数、スノーモービルが2本、スノーバイクが1本になります。キャタピラはスノーモービルの方が長くてスノーバイクの方が短いです。乗り心地なんですけど、スノーバイクの方は本当にバイクと同じ挙動で乗ることができます。スノーバイク乗るまでほぼほぼオフの経験なかったんですけど、それでもちょっと練習すればある程度乗れるようにはなりました。なので普段バイクに乗ってる方は柔らかい雪の上だったら比較的すぐに乗れるようになるんじゃないかなと思います。スノーモービルはね乗り方がすごい独特なんですよね。私もなんか今までいろいろ乗り物乗ってきたんですけど、あんまり似てるのがないというか、ほんと最初はどうやって乗るのか全然わかんなくて、もうまっすぐにも進めなかったですね乗り慣れるまでちょっとコツがいりますね。スノーバイクとスノーモービルどっちが楽しいってよく聞かれるんですけど、もうこれはこの回答しかないです。どっちも楽しいそれぞれね楽しみ方が違うというか、得意な場所とかも違いますし、どっちもねやっぱ奥深いんですよね。だから今ちょっと練習していろいろ乗れるようになりたいなと思ってやってます。雪の上を走るってなると、もう一つ候補に上がるのがスパイクタイヤなんですけれども、これとの違いはね単純に走るのが得意な場所が違います。スパイクタイヤは氷の上、圧雪面、平地が得意ですね。対してスノーバイクは雪がある場所ならどこでも走れます。もうふかふかの雪の上でも急斜面でも無難なく登っていってくれるので、自由に走ることができますね。どっちが楽しいってのもこれもよく聞かれるんですけど、楽しみ方がね違うんですよ。バイクタイヤの方はね諸条件はあるんですけど公道を走れるので、年越し走やバイクでしたいっていう方にはバイクタイヤ一択かなと思います。あと滑らせて走ることができるので、氷とか雪で作ったアイスサーキットっていうコースがあるんですけど、まあ、そういうところで滑らせて遊ぶっていうこともできます。
雪の中を自由自在に走りたいっていう場合には圧倒的にスノーバイクの方に軍配が上がります。もうほんと浮遊感感じながら坂だろうが雪原だろうがどこでもね走ってくれるのでめちゃくちゃ気持ちいいです。あとね、公道からは見に行けない絶景が見れるっていうのもやっぱりスノーバイクのメリットかなと思います。まずこちらヘルメットですね。ヘルメットはオフロードヘルメットを使ってます。で、ゴーグルは熱線入りの電熱ゴーグルを使ってます。これ使わないと雪かぶったり、あとちょっと汗かいた時にすごい曇って見えなくなっちゃうんですよね。なので私は電熱ゴーグルを使ってます。ウェアなんですけれども結構ね汗かくので速乾性のあるものをインナーに使っています。私はねモンベルのジオラインの一番暖かいものを使っています。その上にミドルレイヤーでダウン素材のものを重ねています。その上に防水素材のアウターを重ねています。私がね今着てるのはスノーボードウェアなんですけども、スノーバイクとかスノーモービルの専用ウェアも出てますし、バイクの冬用のウェアとかでも大丈夫です。雪の上で転んでもそんなに痛くはないんですけど、木とかにぶつかったりもあるのでプロテクターはね肘と膝とあと胸部と背中、あとまあできたら首とか肩とかもね入れられるといいなと思います。で、手袋もバイク用の手袋で大丈夫なんですけど、私はこちらテムレスっていうすごいねあったかいゴム手袋なんですけど、これがね結局一番あったかいんですよ。なのでこれを使ってます。あたび、はい、ということで今回はスノーバイクってどんな乗り物っていう動画でした。レンタルとかもねあるのでよかったらね検索してやってみてください。最近ね海外ツアーの道祖神さんがなんかツアーとか始めたみたいなので、まあそういうのでやっても面白いんじゃないかなと思います。この動画が面白いなと思ったらチャンネル登録やグッドボタンもよろしくお願いします。ではまた次回のあたびでお会いしましょう。またね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。他にも動画いろいろ作ってます。よかったら見ていってください。